歌姫は、佐竹三夫による儀曲である。佐竹主催の劇団、東京セレソンデラックスにより佐竹の演出で2004年に、初演、2007年に再演され、拓磨隆行名義で、原頭者から2012年9月27日に、刊行された、儀曲集、純愛儀曲集に収録された。2014年に、劇団エグザイルにより、上演、2016年に、 タクマ主催のタクマフェスティバルジャパンによりタクフェス第四段公演として上演された。また、2007年に TBS 系金曜ドラマは国手さ、竹の脚本により長瀬智也主演でテレビドラマ化されている。現代の土佐清水において映画館オリオン座は閉館を迎えていた。戦後間もない頃、オリオン座には住み込みの映画技師が働くようになるが、彼は 戦前の記憶を失っていた。青年と出会った時には子供だった映画館の娘は10年後には年頃になりその青年に好意を抱くようになっていた。そして街の人はこの二人の恋が成就することを願っていた。青年が娘の好意を受け止めようと思い始めていたある日、一人の女がこの街を訪れる。キャスト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  TBS 系列の金曜。 ドラマ枠にて2007年10月12日から12月21日まで毎週金曜日の22時 -22、54に放送された。全11回。基本的に話の筋は舞台版と同じであるが、騎士だけのホームドラマとしての色彩が強く打ち出されており、コメディ的要素が増強されている。なお、ドラマ独自のエピソードも挿入されている。 ありがとうございます。